皆さん、こんにちは。田村正和さんは、古畑任三郎シリーズなどで知られる俳優ですが、2021年4月3日に逝去されました。そこで今回は、田村正和さんの若い頃から現在までと、俳優の引退理由、結婚した奥様と娘、孫の存在、そして、逝去された理由についてご紹介します。田村正和さんのプロフィール。名前、田村正和。出身地、京都府京都市右京区。生年月日、1943年8月1日。身長、174センチメートル。血液型 A 型。最終学歴、成城大学経済学部卒業。所属事務所、神話事務所。田村正和さんの経歴。田村さんは1960年代から活動された日本の俳優です。歌舞伎俳優として活動した坂東妻三郎さんの三男で、ご兄弟には長男の田村貴博さん、四男の田村亮さんなど、共に俳優として活動されているご兄弟がいます。俗に田村三兄弟と呼ばれていますが、実業家である次男の田村利馬さんと合わせて、田村四兄弟とする場合もあるそう。1961年の映画、永遠の人でデビューし、以降、テレビドラマ、映画などで活躍。代表的な作品には、眠り狂四郎、古畑任三郎シリーズ、パパはニュースキャスター、ニューヨーク恋物語、杉氏妃のセレナーデなどがあります。シリアスからコメディ路線まで、幅広い役柄をこなす俳優です。田村正和さんの若い頃から現在まで。田村正和さんといえば、どんなイメージをお持ちでしょうか。やはり近年のヒット作、古畑任三郎シリーズのイメージが強い人も多いかもしれませんが、田村さんは1960年代から活躍している俳優さんで、様々な作品に出演されています。年代まで断定できなかったものもありますので、順不同となりますが、田村さんの若い頃から現在までをご紹介していきます。1974年、運命峠。1978年、若様侍捕物帳。1989年、眠り狂四郎。主に1980年代後半に放映されていたパパはニュースキャスター。1994年に始まり、その後約10年程度、連ドラ、特別枠などでご存知の古畑任三郎シリーズ。2011年の連ドラ、告発、国選弁護人。この前後からスペシャル番組としての2時間枠ドラマの出演が中心となっていきました。2016年3月のドラマ、松本清張ドラマスペシャル、地方紙を買う女、作家、杉本隆二の推理。この当時、少し痩せている感じがしますね。2013年に死亡説が流れていた？俳優業を中心に活動する田村さんは、それ以外のメディア露出が滅多にないため、ドラマ出演がないとお目にかかる機会も少なくなります。2010年代中盤は1年に1、2本というペースで作品には出ているようですが、2013年11月12日には縁起でもないですが、突如死亡説が流れたことがありました。業界内で飛び交った死亡の噂はあっという間に拡散し、大勢の報道陣が自宅前に押し寄せる騒動に発展。事務所はその日のうちに、大
体調に問題ありません。本人も驚いています。と完全否定しましたが、一部スポーツ紙の取材に、この2年ぐらいこれでおしまいかと思ってやっている。いや本当に。一作一作大事にしないとと思いながらやってますね。仕事を1年やってないと怖い。2、3年前から声変わりしましてね。声がかすれて出ないんですよ。声が出るかなとか、滑舌が悪くなったらどうしようかとか考えますね。と漏らしていたことも噂に拍車をかけてしまったようです。この噂の出どころはわかりませんでしたが、一部では番宣だったのではとも囁かれています。その後は2014年、2015年、2016年と1年に1、2本ペースで単発2時間枠などで出演されています。田村正和さんは病気？激痩せした？田村さんは2016年3月放送の松本清張ドラマスペシャル地方紙を買う女作家杉本隆二の推理以降は俳優業からも遠ざかっていましたが、2017年4月に激痩せしているという週刊誌報道がありました。記事では田村さんのレストランにおける目撃談や心臓手術をしていたのではという噂が紹介されるなど、やはりその体調面を懸念するような内容でしたが、田村さんは直撃取材に対応し、体調不良、病気説を一蹴しました。心臓のステント手術をされたとお聞きしましたが、という週刊誌の問いかけに、え？と驚きを隠さない田村さん。少し間を置くと、いいえ、とだけ答えました。しかし、激痩せぶりについて尋ねると、田村さんは苦笑しながらこう続けたそうです。よく言われる、体重も下がったしね、今は52キロぐらいかな。年を取ると痩せる人と太る人がいるでしょう。俺は痩せたんだよね。痩せただけと答えた田村さんは、2017年の当時で74歳になります。身長は174センチありますので、体重52キロというと、かなり軽い方であることは間違いないでしょう。また、もともと大柄であったり、太っていたタイプではありませんでしたので、そこからさらに体重が落ちたとなると、激痩せというぐらいに痩せてしまって見えることもあるのかもしれません。ちなみに、ネットの反応を見ると、痩せててもかっこいいという声が少なくないようです。俳優引退。引退理由は、もう十分にやった。かねてから声がかすれた、これでおしまいかと思いながらやっているなど、俳優業からの引退を示唆するようなコメントを出している田村さん。すでに70歳以上となりますので、俳優業から引退する日もいつか来るのではないかと感じさせられていました。田村さんは今後の引退の可能性についても直撃取材の中で回答していました。これからもずっと俳優業を続けていきますか？と聞いた記者に対し、田村さんは言葉少なに、いやーそんな気はありませんよ、と答えました。驚きを隠せない記者が、では、いつまで？と返すと、苦笑しながら、そっちで決めてよ、と答えた田村さん。私はずっと見ていきたいです、と記者が話すと、田村さんは感慨深げに、こう続けたのだそうです。そう？でももう十分にやったよな。いろいろやらせてもらったからね。十分。十分やってきたから。俳優業について、いろいろやらせてもらったと語る田村さん。2017年の時点では引退をほのめかすコメントをしていました。また当時、合わせて今後公開される作品の撮影に入っていることも明かしました。うん、体は大丈夫。これから京都の撮影所で仕事も待っているから、詳細はまだ言えないけど、時代劇のドラマ。4月から撮影も入っているので、こちらは
2018年2月17日に放送された眠り狂四郎ザ・ファイナルの撮影だったようで、田村さんは主演を務めていました。2018年のインタビュー。そして2018年4月、田村さんがまた引退をほのめかす発言をしました。実は田村さんはごく一部の人にだけ芸能界引退を告げているんです。直接的なきっかけとなったのは今年2月放送の眠り狂四郎ザ・ファイナルです。視聴率も全く振るわず、納得のいく演技もできなかった。これ以上俳優を続けるのは美学に反するという気持ちのようです、とテレビ局関係者が語っています。また田村さんご本人も、自分としてはもう十分にやったなと。眠り狂四郎は20代で初めて出演して40代50代とやってきた。でも2月のザ・ファイナルでは完成前の試写を見て、これじゃあダメだなと痛感したんだ。オンエアを見る気にさえならなかった。自分にしかわからない、これはもうわかんなという感覚。田村さんが主演を務めた2018年2月17日放送眠り狂四郎ザ・ファイナルの視聴率が振るわず、もう俳優として限界を感じているようです。しかし別の関係者の情報によると、大声を出すことも困難であり、体調不良も引退の原因になっているのではと推測されています。心臓の病気、冠動脈性心疾患を抱えていた。2017年頃から体調が心配されていた田村さんでしたが、2019年6月になると心臓の病気の手術をしていたことが判明します。自身の体調は万全ですか、という質問に対し、それは普通かな、前に心臓を悪くして手術もしたからね、だから無理はできないんです、生きる上で体はいくつになっても大切だからね。2年前の取材で心臓の手術はしていないと語っていましたが、姿を消している間に治療を済ませていたようです。田村さんの知人によると、10年以上前から心臓に病を抱えていました。冠動脈性心疾患という心臓に血液を送る冠動脈が狭くなったり塞がってしまう病気です。発病してからは奥さんに心配をかけまいと、大好きだったタバコもやめたそうです。田村正和さんの現在。2021年5月18日、田村さんが2021年4月3日に都内の病院で逝去していたことが報道されました。田村さんの死因については心不全と報道されているのみで、2月には風邪をこじらせて検査入院していたことも明らかになっています。また時期的に新型コロナ感染を疑う声もあるようですが、 PCR 検査は何度も受けていたので違うようです。生前田村さんが所属していた新和事務所の関係者は、日刊スポーツの取材に応じ、生前の田村さんの様子を明かしました。今年2月に電話で連絡をした際、田村さんは風邪をこじらせた様子で検査入院すると明かしていたそうです。咳が出ていたと言い、空咳なんだよねと話していたようです。最後に話したのがその2月の電話でしたが、元気な様子だったので驚いています。奥さんも全くいつも通りの様子でした。そういうことになるとは全く思いませんでした、と振り返っています。戦術の通り、田村さんはもともと心臓に持病があり、新和事務所関係者は、風邪をこじらせて免疫も弱まっている部分があったのかもしれませんと推測しています。妻、矢島和恵さんと娘や孫の情報について。田村さん死去のニュースにて喪主は妻和恵さんと書かれていましたが、田村さんは昭和45年に
矢島和恵さんという女性と結婚をしています。矢島さんは同じ大学の先輩で2つ年上だそうです。矢島さんは銀座の老舗紳士店を営んでいる社長令嬢という情報もあります。お二人は昭和45年9月16日に結婚しており、田園調布のカトリック教会で結婚式を挙げました。またお二人の間には子供が一人いると言われており、娘さんであるようです。娘さんについては次のような情報が上がっています。名前は咲子さん。2021年時点で50歳前後。咲子さんは2001年に結婚しており、嫁ぎ先は南国酒家を経営する一族。咲子さんには子供も生まれていて、田村正和さんにとっては孫にあたる。咲子さんは父親の田村さんの個人事務所の役員をしているなどの情報があります。しかし一般向けに公開した情報ではなく、詳しい人からのリークとなっています。プライベートを明かさない田村さんの娘さんですので、これからもメディアに出てくることはないでしょう。田村さんは亡くなってしまいましたが、奥さん矢島さんの今後についても心配されています。近隣住民は矢島さんについてこう語っています。実はここ数年、奥様の姿をほとんど見かけていません。高齢のご夫婦ですし、近所のみんなも心配しながら見守っている状態なんです。いかがでしたか？1960年代から俳優として大活躍された田村正和さん。引退された際には惜しむ声も多く聞かれましたが、二枚目俳優としてファンを裏切らないために引退の道を選びました。数々の名作を世に送り出し、多くの方に感動を与えた田村さんのご冥福を心よりお祈りいたします。